ヘイトブリードはアメリカ合衆国出身のメタルコアバンド。ハードコアパンクの系譜を受け継ぐニュースクール、ハードコアの代表的グループの一つ。日本には数多く来日している。1995年にジェイミー・ジャスタトルー、ボールダー・リチャーズが中心となってコネチカット州で結成。自主レーベルからの作品リリースや精力的なライブ活動により人気を獲得し、 インディーレーベルのビクトリーレコードと契約。1997年に、サティスファクションイズザデスオブデザイアでデビュー。アースクライシス、アグノスティックフロントから、ソウルフライ、モーターヘッドとまで一緒にツアーを回るようになり、2001年には、オズフェスト参加を果たす。2002年には、メジャーレーベルのユニバーサルレコードから2作目、パーシビランスをリリース。そして翌年のサードアルバム。 The Rise of ー u リティ t a l i t y でメタルコアシーンにおける人気を不動のものとした。また、同アルバム収録の Live for ィ d s により第47回グラミー賞の最優秀メタルパフォーマンス部門にノミネートされた。2004年にはスレイヤー、スリップノット、マストドンと共に The Unholy Alliance ツアーでヨーロッパを回る。日本には2000年代以降から 数多く来日している。2002年、2005年、2006年、2007年、2009年、2010年、ザ・ブラック・プロセッションツアー、ありがとうございます。